昔よくね、炉端の花を取ったりさ、木を取ってたりしたけどさ、なんか嘘みたいだね。洗練と土着というイメージ。最初はほら、向こうはまあカリスマ的なこう人気のあるカメラマンで、私は一回の編集者というか記者だったに過ぎないわけで、そういう意味ではまあ、なんていうかこっちが、ファンだったっていう関係なんですよね最初ね。森山さんと喋るっていうことが嬉しいっていうか、例えば同世代で、荒木さんであるとか篠山さんがかなり一般的には知られてるんですけれども、いわゆる表現としての写真ということで写真誌というのを考えてい、くときにはやはり森山大道さんの名前が一番先に出てくるような存在です。新しい写真の時代つか歴史を作り出したのは森山大道だね。うん、これは絶対言えるね。うん、日本でとかなんとかっつうんじゃなくて世界でだよ。うん、そういうねグローバルなねセンスあの人持ってるんですよね。特に98年に大規模な展覧会森山大道の回顧展というのがサンフランシスコ近代美術館で始まって、それがそのニューヨークのメトロポリタン美術館とジャパンソサエティで同時開催されて、ずっと全米を回って大好評を博したわけです。 How was the reaction of the... Oh, it's been incredible. Everyone thinks he's a wonderful photographer. アメリカではね、もうとにかくすごいですよ。ニューヨークタイムズ一面で書かれましたし、それからアメリカの一流のアートマガジンも表紙から特集しましたから。
ちはね、あの子供の頃からこう折り目節目にね、その写真館に撮りに行くとか、またあの親父が撮るとかというふうな、こうそういう写真的環境がもうほとんど何もなかったんだよね。で、僕自身も写真というものに対する興味っていうのは全くなかったし、うん、なんとなくやっぱり船に乗りたいっていうかさ、あの船員に憧れてたよね。でもほら、商船高校滑ってるわけでさ、算数が1問もできなくてさ、1問もできないんだからさ、それは無理だよね。だからもう少し算数ができて、勉強がつまりもう少しできてたら入ってたかもしれないね、うん、入れたらきっと船行ってるよね。でも一番なりたかったのはもしかしたらその、まあ、船というのはさ、その商船高校起こった段階でさ、まあもうこれはダメだと思ったけども、はい、やっぱり絵描きになりたかったと思うね、きっとね。でも本当にこうなりたかったのはコメディアンだよね。僕はあの同時にいくつかなことっていうのはやっぱりできないたちらしいんだよね。だからやっぱりあの一つが終わってしばらくぼんやりして、またふっとこうもう一つのものを取り始めるっていうかね、まあそういうきっと つなげ方でやってきたと思うしね、実際そうだし、で そのなんかこうつなげ方で言うと、その今はその新宿をね撮りたいと思うし、新宿で一冊本作りたいと思う。レベルそういう感じで歩かれてるんですか？そうですよ、ああこういう感じで、もう手ぶらで、手ぶらで、ああ僕いろいろこう持つのダメなんです、もうね、これ見事に嫌になっちゃう。中学校ぐらいかな、おもちゃのこうスタートカメラってなったんだよ、あのベイクライトで作った、はい、それをなんかこう遊び半分でつまり買ってきて、あのなんかこううちの周辺を撮った覚えがあるよね。だからまあそのシャッターをそれを切ったとかさ、写真を撮ったということじゃないけども、その時はね自分の弟を撮ってね、それからあの自分のうちの庭の草を撮ってね、犬を撮って、でこうすぐそばにある大きなガソリンタ、あの水道タンクを撮ってねっていう風にね、こうまあ本当に自分のこううちの周辺を撮ってるんだよね。でだからそういうふうに考えてみるとね、そのうちの世代ずっと後になって思ったことだけど、結局今僕がねこう その後もずっとやってることもほとんどそれなんだよね。つまり自分の日常の周辺のもの、なんかそういうものを撮る。だからこいつけではなくて、結局なんかこう一番最初に僕がその写真を撮るという意識もなく、何もなく、たまたまおもちゃと同じような感覚でね、つまり顕微鏡を買って見るのと同じようなさ感覚でこうカメラを持って撮ったものっていうのもやっぱりそういうものだったんだよね。一眼レフはね、どうしてもこう見ちゃうっていうね。でこう見るともうカメラマンだからとっさにピント合わせたくなる、これがやっぱりなんかこう一瞬自分が撮りたい瞬間っていうのがさ、なんかこう感覚的に合わないんだよね。でコンパクトだとさ、こうやってふっともっとパッと撮ればさ、っていうのと、もう一つはね、これでこう見ると新宿のほら人がいっぱいいるでしょ、ファインダーのレンズの前にみんな顔を横を向けたりさ、こう逃げたりね、
なんていうのかな、写真機っていうのはそのなんかやっぱり人に何かを感じさせるのかな、なんか捉えたっていうかね、やられるっていうね。でこれだともうちょんと撮るし、ちょんと撮っちゃうからあんまり抵抗感がないんだよね、うん、でしかも音も小さいし、なんかこんな構えしないしね。だからまあこれがあのやっぱスナップには便利だし、特にあの新宿のね、特に夜の歌舞伎町なんかさ、撮るときはさ、やっぱりあんまりこういうカメラ持ってると撮ってます撮ってますってやるとまずいんで、やっぱりこれでこうなんかこうちょっと横向きながらさ、ちょっと撮ってしまったりね、実際向こう見て撮ってるんだけどさ、撮ってないふりしてふっと撮ったり、まあそういう、まあいわゆる隠し撮りというほど大げさじゃないけども、ノーファインダーと隠し撮りの両方がね、やっぱりこれだとやりやすいんだよね、うん、ということもあって、まあ今もほとんどまだこのカメラで新宿撮ってるよ、うん、いやもちろんファインダー覗いてね、うん、こうあのフレーム覗いてこう構図を作ることだってありますよ、すべてあのノーファインダーやってるわけじゃないから、まあいわゆるこう通りすがりのスナップはノーファインダーが多くなるよね。一枚パッと撮っちゃえばいいじゃないってさ、それをたくさん撮った方がむしろいいじゃないっていうねのが僕の気分にあるんですよ。何が型破れかっていうと、あの人ほとんどカメラというものを買ったことがない人じゃないかと思うんですよ、自前で。ほとんど大抵誰かのカメラを借りてそのまま自分のものになっちゃったとか、誰かからもらったとかいうのが多くてですね。これもらったんだけどさ、使ってみると意外にいいんだよ。僕は最初さ、なんか安物だろうなと思ってね、映るのとか言ってたんだけどさ、写真機の奴隷の時代がずっと長かったわけですよ。でっかいカメラ、ね、あ、ちゃんとしたカメラとかさ、レンズがいいとか、あ、ライカだとか、そういうようなものの奴隷だったんだけど、そこでカメラを奴隷にして、まあ、変な言い方だけど、始めたのが森山太蔵ですよ、うん。カメラじゃないんだよって、写真はって。うん、なきゃいけん、ダメだけど。例えばね、素敵なラブレター書くんだって、書くものがなくちゃダメじゃない。でも、いいんだよ。鉛筆でもボールペンでも。ね、きちんとした筆じゃなくていいっていうような感じのことだね。それの私はね、始まりだと思うよ。何だっていいんだよっていうのはあるんだよね。ただ撮るというだけの話だから。写真家がね、誰々に会ったとかなんとかってね、最初にね、その人の写真なんだよね。写真に出会うことでもその人と会ったような気がするわけ。で私は、森山さんが、やっぱりこう気になってもうしょうがなかったのはね、あの日本劇場という写真集を出してね、それがねショックだったね。だから変な言い方だけど森山さんに出会った初めだね。もうすでにその中にはその後僕のなんかこう代名詞みたいにある意味で言われたね、そのブレボケたとか、それからあのポスターやら、要するにこのコピーの映像ですね、というのがもういっぱい入ってるわけですから、だからやっぱりなんだろうこれはっていうね、だからそれが面白いと思う人と、なんだこんなもん全然全ての写真をなんかこうダメにしてるっていうかさ、いい加減な本だというふうにもう随分思われてるし言われたよね。何言ってんだろうと思ったけどね。写真はアノニマスにこそ本質があるというものの考え方というのはその後も非常に大きな影響力を持ちます。で当時森山さんが特に言っていた言葉としては、カメラの前にあるものは全て灯火だという、印刷物だろうが生身の女だろうが価値としては同じだという、その灯火という言葉を非常に多用していた時代です。
特に例えば警視庁なんかが作ってる交通安全のポスターをそのまま複写してあたかも自分がその事故現場にいたかのように発表する。それともう一つは擦過という言葉ですね。これはすれ違う時にできる傷のことを言ってるんですが、森山さんの写真の中からその擦過傷のようなものがですね、時代とすれ違った時の、が感じられるというのがこの擦過という言葉になって結びついてきてるんじゃないかと思います。森山さんの写真の軌跡を、大雑把に一言で言っちゃうと、表現性との決別という自分のテーマが、一つの表現として確立された稀有な例ではなかろうかというふうに僕は思います。例えばそのアートというのはある意味でこう無から有を作るものですよね。だけど写真というのはもうその生まれた時の構造からその無から作るんじゃなくて、あるものをこう複写するという形から始まってるこう装置ですよね。であれば最初からその複写であるという前提から始まった方がはるかにその写真の本質みたいなところにね、いけるんじゃないかというふうに思うんですよね。だってなんか自分の美意識と観念でさ、なんか作品作った作品作ったっつってね、いやだってしょうがないでしょうっていうかさ、そうは言っても人間がねシャッターを押すときはさっきも言ったようにやっぱりその自分の美意識なり自分の記憶なり自分の観念なりっていうのは常にシャッターを押す中には入っちゃうから、それも一つの永遠の矛盾なんですけどね。だけど矛盾は矛盾としてあっても、最初からなんかこうイメージを追いかけてね、なんか世界はこうであるってさ、なんかそんなことを言うなよっていうね、そんな世界なんてさそんな風にないんだよってね、もっとバラバラにその辺にいっぱい実はあるんだよっていう、そういう感覚が僕にあるんで、だからバラバラにあるさまざまにあるその断片をね、やっぱり僕らは切りもなく複写してコピーして、それでなんか写真とは何だろうっていうね風にもう一度 そこから問いかけてやっていかないとダメでしょうねという。だから事実別体の事実進行でもつまんないし、観念的美的アートでもつまんないよと。写真はそのいずれにもなくて、写真の一番やんなきゃいけないことはその間にもっと大事なものがあるっていうかね、コピーの世界にね、写真にオリジナリティ、本当の意味でのオリジナリティっていうのは写真にはないんだよっていうさ。だからカメラマンがあんまりオリジナルのオリジナルとかね、そのアートアートってさ言うなよっていうのがさあるわけだ。カメラがあれば複写はできるという原則ね、それは別にプロの独占物じゃないわけで、カメラはいっぱいね、こう人々の手に渡ってるわけ で、その人たちが撮る一枚の写真がね、プロよりもまずいという理由はどこにもないわけで、はるかにプロよりいい場合もある。だけど残念ながら日本のアマチュアの世界っていうのはさ、どん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 プロ志向になってってさ、その本質がもう根こそぎないから、もうヘドロのような世界だよね。絵はね、子供の頃から好きで、まあ、絵を描いてたから、僕は二十歳ぐらいでさ、一応そのフリーの、まあ、今でいうデザイナーをやってたけど、それで僕はそのデザイン上の仕事としてその写真を頼みに、その大阪の写真作家のスタジオに出入りしたんですよ。で、こう初めてこう触れてみたその写真スタジオのね、雰囲気っていうかね、非常にスポーティーでね、なんかこう良かったんだよね。だからジメジメその机に向かって細かい仕事をしてるっていう自分の日常とさ、
また別の、ね、世界がこうあったっていうね、なんかそういうものにこう一種のショックを受けてね、写真家になりたいとかさ、なんかこうそういうふうに考えてそっちの方に入ったわけじゃなくて、ただこうなんかこう一種のショックの反動みたいなもんだよね、あ、もうこっちの世界だっていうね、自分でこう世界を変えたというか、若いから衝動的だしね、それでそのスタジオ入っちゃったんだよね、あ、はい、というのが僕の写真 の, 入るきっかけだったし、68年にプロボーグという同人誌がスタートするんですけれども、森山さんはこのプロボーグというのに第2号から参加します。差しで、ね、今でいうラボテルに行って撮って、それをね発表したっていう、それがプロボーグの2号かな。あのトーンがねちょっとねやられたなっていう。俺もこうやってね女の子撮ってねパーって出しちゃったりして、すごくあっけがなにやってるような感じだけど、それと村山さんは撮っててうまくこうね分からないようにしてるけど、どっちが正直かっつったら、ね、村山さんのは正直かもしれないね。俺のは嘘ついてるような感じがするねっていうような感じの村山さんの写真行為なんだよね。あの人はね女に持っててもね、公表しないで隠す人だからね。僕はまあ子供の頃から街をうろうろ歩いて、ショーウィンドウを見たり、ポスターを見たり、映画館に入って、こう子供の頃から映画館に入り浸ってしてた、こうそういうなんかふらふら遊んでた子だったんで、大体街が好きでしょ。まあいろんな人にそれなりの影響っていうのはどっかでされてるんだろうけど、無意識も含めてね。だけど結局そうじゃなくて、僕は街の中で影響されたことの方がね、はるかに僕にとってはきっと大きいと思うんだよね。さまざまなものにね、だから音もそうなんだよね。やっぱり地下鉄が来てる音とかはわあいいなと思うわけよね。とかなんかオートバイがわーっとエンジン吹かすときはわあいいなと思うわけだよね。でそういう形で僕の中に音ってのはいつもあるんだよね。新宿っていうのはやっぱりね、心の中の風景なんだよね、僕にとっては。なんかその、ああ、荒野という五感というかね、イメージというかね、そういう風景に新宿でふっとぶち当たった時に、もうそれは他の街にないね、新宿のだけの風景というか、あるんだよね。後ろの方にね、森山大道写真教室みたいな感じでですね、要するに募集募るみたいな感じで載ってたわけ。でそれ見て、じゃあ行ってみようかなと思って。あ、あんた行ったんだ。そう。はあ、うん。まあ、うかな、まあ、非常に自分としてはもう、非常に珍しいことなんですけど、これ森山大道っていきなり言われたもんだから、ってびっくりしたんですよね。こうやってこんな感じで。
森山ですとか言うから、え、こんな人なんだなと思ってびっくりしましたね。その辺がだから写真から受ける印象と全く違う人っていう印象でしたね、僕は。写真に騙されたらあかんっていう感じで、うん、こっちが本物だっていう。はい、行きます。はい。じゃあどうもありがとうございます。もうとにかくタバコよく吸う人なんだけど、要するにタバコがちょっとこう灰皿からこう灰が落っこっただけですぐ雑巾持ってきてバーッと拭くっていうような人だったですね。いいじゃんの、またどうせ吸ったらまたこぼれるんだからっていうふうに私なんか思うんだけど、そういうことはしないの。こぼれた瞬間に必ず拭くっていうね。でもしょっちゅう台所とそのなんていうか喋ってるところを往復してるっていうね。落ち着かないやっちゃなっちゅう。それと部屋行くと分かりますけれども、これは外出するときに必ず持っていくものとかね、何々に使うものはこれとかいう感じで、非常に細かい整理分類を日常的にしてる人のような気がします。それと要するにこまめで、筆まめなんですね。とにかくものすごくいっぱい手紙書く人ですよ、あの人は。なんかね、好きだね。思いやりあんのかな。俺なんて好かれてるから、好いてもらってるから。例えばね、この間ね、還暦の祝いのパーティーやったわけだけど、私の。来てくれてずっといてくれたりとか、ね。そんでうち帰ったらさ、贈り物が届いてんだよ、ね、何かなと思って開けてみたの。こう写真、額縁っぽいから写真、内心森山さんの写真じゃないらねえなと思ってさ、あんなこと言わないけどさと思ったんだけど、開けてみたらね、私の今もう亡くなっちゃった箕輪の実家の下駄屋だから、下駄の看板がね、でっかい看板がある頃のその、ね、風景の版画、それを撮った、それを掘った人がいるわけだよ。それを探してきてくれて、探してっつうか出会ったらしいんだけど、それをね、額縁に入れてね、還暦に送ってくれたんだよ。もう参ったね。もうね、泣けてきたね。作品から受ける、非常に大胆で、どちらかというと非常に大阪的なというか、土着なというような、そういったイメージの方では全然なくて、とても気さくで、で非常にナイーブな感じで、私の友人は、一緒にお酒を飲んだ時のことがあるんですけども、彼女の場合は初めてお会いしたんですけれども、彼女の印象は「森山さんってすごく色っぽい人だね」っていうふうに言ってたんですけども、そういう印象でした、私も、はい、そんなこと言ったら怒られるかもしれないけど。As a person, Moriyama, oh, he's wonderful, very gentle person, very sensitive man, and a person who knows exactly who he is and goes absolutely his own way. これはやっぱりお約束でしょ。なるほど。初めて見る。お初に。お初です。はい、よく見とこう。あらあら。ちょっと笑うなよ。酔っ払ってんだから。ほっといていいか。だから森山さんの中で一番の頂点だってね、作品何で言えって言ったらね、写真よさよならなんだな。これが私は一番好きだし、もうこれには負けた。これ以降ね、写真でしばらく、個数越さないと変だけど、超えるものないんじゃないかって。で、非常に興味深いのは72年にですね、この写真よさよならという写真集と同時に狩人という写真集も出しています。狩人だけだったらばあんなに苦しまなかったろうと思うんですけども。
写真を全くのコピーにしてしまうとか無機的にしてしまうってことは僕自身がシャッターを切る限りはありえないことなんですね。ありえないんだけどもやっぱりこう当時の意識としてはね、つまり写真の果てまでね、こう果てまで連れてって解体してしまいたいっていうね、なんかこうそういう欲望も出てくるわけですよ。それでだん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 こう観念的に考えていくと、もう写真なんてこう撮らなくたっていいんじゃないか、目で見ればね、つまり当時冗談のように言ってたんだけど、つまり一眼レフではなくてね、肉眼レフでもう済むんじゃないかとかさ、まあそこまでこう極端にある意味で考えるときには考えちゃうんですよ。それで結局ね、写真をさよならというね、そのなんか一冊の本を作ったんですけど、それが確か70年かな、71年できたのかな、まあその頃に作ったんですけど、いや本当にもう写真やめたいなっていうかさ、もうこれ以上もうやることないよというね、当時の気分だったんです。写真をさよならというタイトルの写真集も、これはアレとブレとボケの極致なんですけれども、ごめんなさい、写真をさよならっていう本は、ある意味ではもうアレブレボケの極致を言ってる写真集で、何が写ってるのかほとんどわからないという写真が圧倒的に多い写真集です。それはそれまでの、それまたその時期にある他の写真に対するアンチという気持ちもあったんですけども、でもやっぱりこう自分の撮ってる写真へのアンチという気持ちも、ね、あって、例えばそのどういう写真で構成されてるかというと、当時はフィルム入れて何個もかその会社と撮る、でその時にこう自分の足元が写ったり全然関係ないその辺がこう写ってしまったりね、そういうものも含めて、つまりそれは絶対写真なんだと、つまり意識的に撮ったね、こう自分のその美意識だよとか観念をね、こうなんかこうイメージ化して作った写真だけは写真じゃなくて、そのほとんど偶然撮れてしまったイメージだって、それは僕がそれを認めてこう認めればそれは写真なんだと、なんかそういう、こう気持ちがどんどん募ってきて、ね、写真の評論をやってた人とか、そういう人たちが一応に言ってたのは、要するに分からないという、分からない写真だとこう言ってたわけです。写真には意味があると思ってるんですね、そういう人たちは。だから何が写ってるのか分からない写真を見て、よく分からないとこう言ってるわけですね。要するに写真に意味があると思ってるような写真の見方、あるいはそういう写真をさようならと言ってるんであって、あれは要するに写真には意味がないっていうことから始めましょうと、こういう宣言の写真集が写真をさようならなんですね。で僕はそれやっちゃったらね、まずやることなくなっちゃったのよ本当に。写真は密着とかね、定着って言葉あるけど、決着つけたんだな写真に。だからそしたらあとどうしようかなって、まあちょっとね、外に出ちゃうと旅するとかさ、小説書くとかなんとかって、あの人文章うまいからねってあるけど、しないでふらふらなんか、その頃合わなかったね。でなんか撮ってないなと思って、多分ね、73年に朝日カメラに連載した地上っていう連載があるんですけれども、でこの連載から、大体、森山さんに対する批評の風向きというのが、変わっていきます。マンネリなんじゃないかとか、どうこうというような、非常にこう批判的な、見解が多く出てくるようになります。以降ですね、森山さんの具体的な足踏み状態が始まるというふうに思います。ラジカルな実験を続けたはずの自分がね、なんかどっかでもなんかこう肉離れを起こして、なんかストップしちゃってね、なんかわけわかんない。それで例えばそれは当然僕が日本人であるからさ、ね、やはり日本の風土に回帰するわけだよね、はい、それで桜を取りに行く、風光明媚な風景を僕は撮るわけないし、撮れるわけないから、非常に暗い陰湿な世界にね、イメージを作っていく。当然プリントも焼き込みをね、周辺の焼き込みを落とし込んだり、そういうイメージ操作をする、ね、でそういうことをこうしばらくやってたんだけど、やっぱり違うと、
こんなことをやってたらダメだというね、自分のイメージをさ、ある意味でこう捏造してるに過ぎないと、ね、写真の解体みたいなねことが写真屋さんの中でなんかこう終わってしまう。しばらくはなんとか頑張って、要するに写真はね歩けば撮れるんだと、うん、を思い直して歩くわけだ。でまた見ると来ないわけだよね、うん、というなんかこうあるこうサイクルを経て本当に撮らなくなっちゃったとかね。その間、7、8年あるんですけれども、かなりの期間、非常に苦しい状態をが森山さんにとっては続いたと思います。自分の写真にリアリティが見つからなくなる自分ってことは、もう自分の生活そのもののリアリティがどっか希薄になってたと思うんだよね。いやスランプじゃないけどね、あの人なんつうんだ、躁鬱激しいのかな、そうじゃないな、ともかくね、気分屋だからね。当時まあ悪夢もいてさ、まあ薬始めたんだよね、うん、でもうそうね、もう2年ぐらい薬つけたんだよね。ただもう体もダメになるしさ、だって東京の街を歩いてるっていうのはさ、薬を買いに歩いてるだけで、もう写真を撮るとかってんじゃないんだよね。実際にその頃はもう痩せ細って、とにかくガリガリの状態でしたから、かなり、の友人がみんな心配して、なんとかしなくちゃいけないということは、言ったりして、相談をした覚えがあります。だけどもうカメラを持たなくなって、なんかそういう形で自分がこうなんかなんていうかな、怒ってる時期っていうのはさ、一番こう写真のことを考えるんだよね。常にこうなんかこう写真のことだよね。それでまあだから。帰ったらほとんど全部ブレてんだよ。俺今ここ好きなのよ。ああ、じゃあ僕もちょっと撮らせて。本当です。じゃあね、これか。はい。これが好きなのよ。本当はこっちの方が好きなんですよ。まあね、そんなことがあってね、でもね、やっぱりこれ以上もうやってたら人はね、もうダメだなと思ったから、もうまさしくそのギリギリだったと自分で思うんだけどね。で、その時ね、たまたまなんかね、中古カメラ屋でね、なんかテレタックス見つけたんだよね。僕はだいたいカメラに興味ないしさ、自分でカメラを積極的に買うなんてことはないんだけどね。で、まあこんな話するとさ、なんか芝居がかかっちゃうんだけどさ、でもなんかふっとそのカメラ欲しくなったんだよね、うん、このなんか汚らしいさ、中古カメラでさ、で、なんか買ってね、なんかこういじってるうちにさ、庭の花取ったりさ、その頃に、うちら写真時代というね雑誌を、末井っていう男と、出して、始めたわけよ、写真時代で。これはもうやっぱりね、森山さんが入ってもらわなくちゃ困るっていうんで、お願いしたような時期だったじゃないかな。それがこう光と影っていうタイトルでね、連載が始めちゃったんだよ。でそのあたりからやっぱりなんていうのかな、やっぱりこうふっとこうね、写真を率直に撮ろうというかさ、とにかくまあ自分は何とかかんとかそうやって生きてるわけだしさ、だからね、こう手元にはこうカメラが一台あるし、でまあね、こう暇当たってるしさ、まあもう難しい、面倒くさいこと考えないでさ、とにかくまあ撮ってみるかと。でそういうふうに撮り始めて、
だからだん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 こう閉じこもってた自宅および鎌倉からさ、少しずつこう外へ出始めるんだよね、カメラを持って。でそういうのを見て、あ、森山がまあ写真を撮り始めたし、あのまま放っといたらあいつもともとダメな男だからさ、また薬行くぞって言うんで、それでまあ その頃から知ってたその、ね、今の万知の西和夫さん、それから朝日の丹野清彦和さんが、いや、あの、じゃあ、あの、なんかやろうと言ってきてくれたというふうにして、結局その編集者のねがの、まあ、行為というかな、編集者とのつながりでまた僕はやっぱり写真に戻っていくことができたんだよね。でやっぱりほら、そうするとね、薬もまあだんだん遠ざかる。朝日の太郎さんなんかはね、僕に一番最初は第5殺峠を撮ろうって言ってきたんだ。あと聞けた、あれはもう森山が薬やめるかどうかって見に行ったんだよって言ってたんだけど、で僕はその時に隠れて飲んでたけどさ。でもっと具体的には、82年に森山さんの母上が亡くなるんですね。で、これが直接には森山さんをなんていうか、肉体的な危機から救った、きっかけだったと僕は思ってます。要するにあまりに痩せ細って、いるので、みっともなくてその母親の見舞いに行けないという事態が出たりしてたので、本人も何とかしなきゃいけないというふうに思ったでしょうし、そういう具体的なきっかけがあって、ある種の決断がついて、薬をやめるということが可能になったんじゃないかと思われます。本人もまで写って、なんていうの、いや、ブラックじゃないですか、好み好み、ブラック、ブラック、いや、まあまあまあ、冗談やろうよ、そうやってさ、真面目に写真撮ったらおしまいだろ真面目ですよ、僕は。非常にあの若い世代の作家の方たち、それから作家の卵たち の作品を見せてもらうことが多いんですけれども、あの森山大道もどきというのは必ず出てくるんですね。でそれはもちろん画面だけのことです。例えばブレボケであったり、非常にコントラストが高かったり、だけれどもそれほどその影響力を30年40年ずっとその保持している写真家というのは、それもその世代がもう40年とか50年とか、あの年齢が違う人たちにあの非常にアピールする、その、 あのエネルギーというのはあのもうすごいものだなというふうに、その毎回あのそういった写真家たちをの作品を見ながらあの思います。今の若い人たちというのは、要するに表現を求めるというよりも自己表現というより自己を求めているんですね。だから表現ではない、森山大道という存在が、要するにその写真の中から感じられる、そういう写真家の一人として、森山さんの写真が、若い人に、再評価されるということがあるだろうし、写真家は女じゃなくちゃいけないって女じゃなくちゃいけないじゃない、女性性がなくちゃいけないだよね。これはもうね、だから前からあったわけですよ、二人ともそういうの感じ、それずっと来てたわけですよ。うん、すごくね、なんかめめしいつか女っぽいんだよね。でそれがだね、最初からそうなんだけど、はっきりと今の90年代の子たちは勘がいいから仲間とも思われちゃったんじゃない。うん、なんか70年代の頭ぐらいに週刊プレイボーイで、確か関東でもやってたと思うんだけど、カラーでヌードの連載をやったり、あの時はだから篠山紀信とあの毎週交代、1週間交代で1年半ぐらいやったかな。でもね、やっぱり1年半やるともうつくづく飽きちゃうのよ。みんなそれをね、やっぱり仕事だとか
いろいろ家庭のためとか、まあいろいろあってね、まあ我慢してやったりしてるんだろうけどね、僕はそういう我慢ができないんだよね。やっぱり 嫌だと嫌なんだよ。笑っちゃったんだけど、確かナショナルかなんかのこたつの宣伝かなんかの写真も撮ってんだよね。どういう顔して撮ったんだろうっていうのに。コマーシャルの打ち合わせさ、もうなんか企業の人さとか、まあ、代理店の人さのベラなんかいつもの打ち合わせしてさ、なんかもうカッとめんなくそしょうがないのよ。例えばプレイボーイなんかの時でもさ、もう1年半も撮ってればね、あれ次はじゃあ写真集作りましょうと。そういう打ち合わせを出版の部長なんかとやってる時にもうつくづく嫌になって、まあもうその時点で断ってやめたんだけどね。というと非常に真面目な人なので、チャランポランっていう性格じゃないので、適当になんか あれこれやるというのはあんまり増えてな人なんじゃないかと思うんですよね。そんないい意味で言ってんじゃないんだよ。ただ本当に嫌なんだよ、面倒くさくて。ひっくり返って寝て酒飲んでるかってさ、それでまあ好きな時にさ街ふらふら歩いて撮ってそれでいいんじゃないのってさ、なんとかそれ1年暮らせたしさ、また来年だってさ貧乏だけどそれやってりゃ1年終わるでしょうとかさ、もうそうやって何十年も来ちゃったわけだよ本当に。よくね、もうどうしてそんな写真しか撮ってこなくてね、こう経済的にどうしたんですかってなんてよく聞かれるけどさ、俺だって知らないよって
やっぱり、ね、僕みたいな形でこう自分の好きな写真だけを撮ってくるということは、それはもうある意味で覚悟いるよね。僕の場合は本当に性格的にずさんだったりね、本当に性格的にある意味でよ、ずぶといっていうかさ、こう 常になんかいつでも居直りができちゃうっていうかね、根本的には非常に、なんていうかしぶとい人なんですね。しぶとくてしたたかな人なんですよ。要するにちょっとやそっとのことで、要するに打ちのめされたり、悲観したりとかそういう風にならない、その精神的な強さっていうものは、なんていうか人一倍すごいですね。その代わり死んだふりするときはさ、1年でも俺死んだふりしてたからさ、だけどみんな1年死んだふりできないでしょ、生活もあるしね。だけど僕はそれを何とかしちゃうわけで、その代わり迷惑かけるよね、やっぱりその僕の関係者には。だからやっぱりまあこの間もある人と話したけどさ、そういう迷惑をかける度胸がないとやってられないよね、結局もしかしたら自分は基本的にはわがままで怠け者なのかもしれないという気がするんだけどね。まあ人からよくそうだって言われるんだけどさ、でも僕はあんまりそう思ってないんだけど、でもそうかもしれないという気もするけどね。やっぱりこう一番具体的に自分が怠け者だと思うのはね、その日常的なことじゃなくてさ、やっぱりこう写真との距離の取り方でね、スタンスのあのありようだよね。新宿のことで言うと、去年の初夏よりも1年前ぐらいのその1年間というのは僕は結局怠けてるわけだよ。酒飲んじゃあさ、人に会って新宿通るだろうさ、ごたく並べてさね、それでまあちょっと展覧会で忙しいからとか言いながらなわけさ、やっぱりこう断るごとに自分に言い訳しながらさ、今考えてみると多分一番時間的に長い付き合いを持ったのは新宿の飲み屋だったと思います。その1年間というのはやっぱり僕の怠けてる時期なんだよね。でいつもなんかくよくよ考えてんだけどさ、新宿のことも含めてね。でさ、それ怠けてる間もさ、毎日さ自分の机の馬を拭いてみたりさ、そういうことは全然怠けないわけだよ。こちょ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 さ、一日中なんかこうネズミみたいにさ、部屋なんかうろうろしてんだよ。なんか意味もないのにコンビニ行ってみたりさ、なんかせこ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 一日中やってんだけど、全体としてはやっぱりその写真に向けて怠けてるわけだよね。でやっぱり自分はそれは怠けてんだと思う。パッと撮ればさいいのを、やっぱどうしても自分の心がねそこにこう入っていかないっていうの。よく道端で 寝ちゃって、もうここで寝るんだとか、もう帰らないとか、いろいろわめいてましたけれども、俺こんなことあんま話したくなかったんだけどね、新宿撮り始めるね、ある日のね前の日に、ね、俺ビデオ見たんだよね。あれ何見たんだっけ、あなたよく知ってると思うよ、出てくるね主人公の一人がね、なんかあとヒットポラロイドんだよね。ヒューヒューヒューポラロイド、それがきっかけだね。え、新宿ですか。うん、あ、明日から撮ろう。うん、あ、なんて言われたっけな、割に有名な映画だと思うよ。
野鳥の助官みたいなの取られて困ったな。これはワークショップの頃一緒に暗室入ったりしててね、もう一緒にプリントしててね、一枚にさ、もうカーッと魂をさ入れ込むのよ。うん、そこが違う。俺はねサラ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 だった。ここがねちょっとね、まあせっかちとなんつうの違いつうかね、暗室技術のうまい魔法的なその技術を持ってるというかですね、要するに人が真似できない技術を要するに発揮できる人なんですね。僕の知ってる中で一番奇妙な経験というのは、森山さんの写真展をやるときに、森山さんからネガを借りて、それで、大伸ばしするので、要するに、ラボの人にですね、森山さんの焼いたプリントを渡して、このプリントのように焼いてくれと頼んだわけです。で、何週間かしたらラボの方から電話が来て、とても焼けないと、こんな風には。要するにラボが焼けない写真、ネガからね。ということは、本人しか焼けないということなんですけど、本人にじゃあ焼いてくれと言ったら、自分も焼けないと言ったわけ。二度と焼けないプリントだというわけ。自分のプリントがね。どこに何十分かけて、どこを何十分かけたかなんて、そんなデータ取ってやってるわけじゃないから、自分でももうどういう風な順番でこのネガからこのプリントを作ったのか、自分で覚えてないから、自分でももう一枚焼けって言われても焼けないってわけね。だから森山さんの場合は大抵ね、自分で焼いた一枚を複写して、それからもう一枚根が作って、それから焼くっていうやり方になっちゃうんですよね。だから結局ピントは余計ボケるんですけど、もともとブレボケの人だから、多少ボケても全然誰も不思議に思わないというところもあって、かつてよりはプリントにそれほど大きなウェイトをね、なんか置かないような気がする。置いてないような。もちろん一枚一枚焼くときは当然真剣だしさ、手をだからといって手を抜いてるわけは全くないんだね、はい、だけども例えば桜を取ってね、イメージを作る、いや焼きで作る、周辺をぐっとこよく焼き込んでね、なんかこう異空間を作るとかね、そういうのが今僕には全然興味なくなってるんで、非常にある意味素朴になってるんだよね。つまりたくさん複写する、街へ出てで複写したものをそのなるべく普通に、まあそれは僕にとっての普通なんだけどさ、イメージをさらにそこになんかこう作り込もうとしないでね、こうプリントというのはもうしたいっていうね、そういう気持ちがあるわけですよ。でそういう気持ちが僕はそれはかなり以前から気持ちの中にあったんですけども、やっぱりどうしてもそのプリントの段階でイメージを作るというかね、そういうこう肘がなかなか抜けなくて、でもその光と影の写真集を作ったあたりで、もっと言えばそのそれからずっと何年か後の90年に入ってヒステリックをね作り始めるとき、ようやくそれが自分でこう自然にできたっていうかね、極端なそういう暗室操作をしてないよね。つまりあくまでも自分の使う因果子に対するその調整はするけども、物理的な、ね、意味での調整はするけども、なんか一枚一枚 こってりしたなんかイメージを作ろうという形ではもうやってないんだよね。で森山さん自体がああいうプリント技術を使った、森山さんの言葉で言えば非常にリリシズムあふれる写真が好きな人なんですよ。もともと嫌いなんじゃなくて、で自分のだから好きなものをあえてやらないっていうことだから、余計やっぱりしんどいことなのであって、でそれを要するにやってるというか、それを続けてるっていうところが、森山さんの写真に一つの緊張感をずっとこう持続させてる要因じゃないかと思うんですけどね。ただまあ僕の場合どうしてもね、その、コントラストの、強いね、ハードコントラストっていうのはどうしても僕の体質なんでね、ああ、はい、それはもう焼きの問題、プリントの問題とはちょっと違っても、そういう
こうプリントを仕上げてしまうっていうのはね、これはあるね。ところが森山大道の写真は一番重要なのがグレーのトーンなんだよ。うん、強いて言えば真実っていうか、あ、事実っていうか、うん、まあ事実っていうのは写真実っていうかさ、表現してるのはあのグレートーンなんだよね。ポラロイドのモノクロームで待ち取ってるけど、やっぱりね、にじみ込んでくんだな、グレーの光が。そういう写真なんだけど、それがまたいいんだね。うん、だからそういうあたりなんじゃないかな、森山さんの気持ちっていうかなんかが。うん、いろんな断片、外界のね、さまざまな断片をさ、どん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 無造作にね、もうその場でインスタントに集められるっていうか、収集できるっていうね、面白さですよね。うん、それはポラロイドの構造でもあるけどね、ポラロイドそのものの持ってる構造でもあるけども、はい、即見れる。あ、はい、でもうとにかくいっぱいもう撮りゃいいんだっていうさ、やっぱりそういうなんかポラロイド独特の面白さありますよね。ああ、そうですか。はい、だからまあ使いようだよね。ポラロイドはポラロイドなりの一種の方法っていうのがさ、やっぱあるしね。ああ、はい、でそれはやっぱり写真の基本的なところとどっか結びついてるから。グレーな男さ、なんちゃう、グレーとな男、あ、どう？今のいいんじゃない？マイク動かさないで。あ、はい、すみません。うん、マイクあえて入れ込んでるから。はい。うん、いいな、オズみたいでいいね。小道具動くのなんかばっか。写真の見せ方としては僕はやっぱり印刷が好きなんですよね。まあ、具体的に言えばその写真集を作ること、そっちの方がはるかに僕の中では気持ちのウェイトがあるんですよね。だ今だって写真展そのものというのはそんなに面白くないんだよね。67年ぐらいかな、67年ぐらいにある人からね、こうアンディ・ウォーホールのその分厚い電話帳のようなカタログを見せられて、やっぱりものすごいショックを受けたよね。コピーというもののやっぱり持つその世界の凄まじさっていうかね、そのリアリティっていうのがあれほどはっきり見せられたのはやっぱりアンディ・ウォーホールですよね。写真というものの力っていうのはね、むしろこういうところにあるんじゃないかっていうね、やっぱり直感をしたんですよね。聞きな例で言うとね、その T シャツにね自分の写真をこう刷り込んでさ、なんかこう例えばたまたまあなたの写真でね時計を作りましょうなんて言われると、まあ非常にホイホイ乗るわけよ。ピリピリするようなさ一品を作るよりもさ、なんかあの姉ちゃんが T シャツいっぱい着てくれた方がさずっといいぜっていうね、写真のコミュニケーションの問題なんていう全然以前の問題でね、なんかそういうふうに自分の写真がこうコピーされてその大量に外界へ出てくという、なんかそういうコンテキストがねこうやはりある姿だと僕は思うんですよ。なんか面白いですよね、一種のウォーホールの方法でしょ。だってあんなに質映ってさ、みんなキャーキャー喜んでさ、でしかもさいっぱいそれがさレッドシールみたいになって出てきてさ、あっち焼いたりこっち焼いたりさ、苦労してテーマ作んなくてもこれだけは写真だよってあるじゃない。2002年にあの韓国のソウルの美術館で、それともう一つパリのカルチェの美術館、2つあるんですよ。もう明らかにとしたね、その利便性っていうの、それはきっといいと思うんですよね。だからあのそういうものを否定してるわけではないんだよ特に。でとりあえず今のところはプライクスを使ってあのリコーのカメラでパチ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 撮って集めていきたいと思ってるわけだよ。
何を使うかっていうのは大きな要素ではあると思うんですけども、森山さん自身は全然こだわってなくて、 ある意味非常に好奇心が旺盛で、である意味その飽きちゃうところもあるんだと思うんですね。いろいろ使ってみたくなるんだと思うんですけど、そうだよね。データの方がはるかにバーッとその辺をさせてたパッ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 と見ていけばさ、それこそ僕の言うその複写であるコピーであるとか、ね、それからそのなんていうのパーツであるとかっていうものはもっとはっきりするかもしれないね、まあ新宿を撮って本を作ってその後に考えたくなったら考えます。ちっちゃいデジタルあるんですけど、今持ってんの？今持ってるんです。じゃあ後で見せてもらう。今これ録画状態なんですけど、こう例えばこれ今動画がこう撮れてるわけなんですよね、それでここにシャッターありますね、こうですね、こうですね、これもシャッターあります、ね、いやでもこれがファインダー代わりでいいんだろ。それファインダー代わりで、俺こういうのってね本当に理解力ないんだよ。赤押すだろ、いやこれ押すだろ、今撮れたんだ、写真が撮れました ね。でずっとこれ動画のとこ押しっぱなしなの？話して大丈夫な。でこれで動画撮れてるわけ、それでもっぺん押すと動画がアウトになる、終わりになるわけ。今押したけどさ、今の映ってないの？今は映ってないですね。なんで？今押してパチクリしたけど、赤いの出ないよ。ああそうか、なるほど。それでこれが消えたらもう次のやつか、次のでいいわけね。あれ？そうですね、それで。よし。この色がいいな、この通り映ってれば、このピポンって音が面白いね。そうですね。ゲームセンターで。まだやってることがいかにも素人みたいでいいね。ね、もういかにも素人が遊びそうな。わかった。フットワークが変わりますか。大幅に変わりますよね。ああ、もうだってこれが消えるまでこういう状態でこう。斬新な映画。おかしいね。斬新。また斬新だ。また洗濯物か。こういう、なるほどな、やっぱりカメラのあると違うな。
カラオケのビデカラのあれみたいだね。カラオケの絵みたいで。どうですか。あるの何に食べられなくなって、もう写真なんか撮りたくなくなるぞ。先端をこれから引くから、ね、笑われてるよ。これ切るのどうする、はい、あ、じゃあ僕今切る。ちょっと鼻かもね。あ、ごめんなさいね。こういうのうまいんだ。やっぱりまあいいんだ。いろいろ見てもしょうがないんだ。面白いのは面白いけど難しい。ああ。舐め方とかね、はい、こう年老が、いや一番最初やってるわけだ。おいやらしいな、サダルさんみたいになってきた。もうここをね、こうなんとかして、どうしてもやっぱり、どうしてもね、ここなんとかしたんだけど、ピントがもう一つ来てくんないんだよ。当時の当時のあそこに行って撮ってるような何かもうあれだから、ほんとそうですよね、うん、あピンピンが合ってなかった。ああ、いや合ってますよ、ピンと。あ、そう、僕の方がね、僕の方が合ってます。僕はどうでもいいんですけど。やっぱりもちちゃ堂々ともちちと。なかなかこれがなかなかシュールだな。ああ、バカみたいですからね。いやいや、もうこれ面白いな、おい、ね、ダメだよ、おい、口がにハマるだよ。こんな写真撮ったことあるか、俺。色がすごいね、なんかあざとい。キリがないかな。難しいな。ちょっとなんか、あの、半地物みたいなね、これは何でしょうっていう。いや、やりすぎると問題だなと思う。ね、これは何でしょうみたいなやつは。あ、まあ一応ね。取れないな。あ、ご両親に。本人もまだ映って。こんにちは。やっぱこれからはデジタルですかね。そうですね、ちょっと考えますね。すみません、これのいいとこと。つまりこれ使いすぎてさ、ね、私自身が台無しになるってことなんだ。いや、でも、なことない、これ分かった。分かった、その、何者かが分かった。
あ、森山さん、それあのひっくり返すと自分が、あ、そうか、え、見ることも、あ、でもどうしてもこう画面見ちゃダメ、卵が残っちゃうな。ほら、すごいよ、おい、お、俺の目玉ってこうなんだよ、気持ち悪いよ、おい、すごい、すごい、なんか金貸しの上みたいな。妻や子はさ、やっぱりもう一つの国の住人だからね。もうそんなこと言われた妻や子はたまったもんじゃないだろうけどさ、ある時期は1ヶ月に一遍ぐらい帰ってたんだけど、それがあっという間に半年に一遍になりさ、1年に一遍になるというね状態だよね。70年代の後半かな、なんかやたら家庭が気になった時期があってね、家庭という観念にね、まあ観念だけじゃなくて実質もあるだろうけどさ、なんか金縛りにあったようになってね、家庭もしっかりやる、写真もしっかりやる人いっぱいいるしさ、でそれはそれが普通だと思うしね、だけど僕はやっぱそれできねえなと思ったんだね、何もできないよこれやってるかと思って、でまあまあやっぱり家庭とどっか距離を置く、距離を置くとかっこいいよね、そうじゃないんだよね、家庭なんかどうでもいいよってさ、もう知らんよってさ、お前らはやっとれと、俺は好きなことやらしてよってさ、まあまあ さねえ、いい加減なことだと思うけどさ、阿部さんなんてもう俺は死んだ人だと思ってるって言って、ね、なんか僕の知人には言ってるらしいからさ、だからさ、まあほら、あの神奈川県にいるだろ、4時ぐらいは帰りゃいいんだしさ、向こうも4時から来るわけだしさ、ほとんど来ないけどね、まあだけどやっぱり逃亡者のように家庭から逃げまくったよね。写真のさよならっていう本は作っちゃったけどさ、タイトルで、でもやっぱり僕は写真をやめるわけいかなかったんだね、そこで やめてしまえればさ、僕の写真はさ、そこまでである意味で良かったかもしれないけど、僕はやっぱりこう写真とはそういうふうにはこうなんていうのか分かれられなかったんだね。修二さんのさ、昔かつて僕に言った質問じゃないけどね、やっぱりそのお前はそのカメラでもってね、こう何を燃やすのかというさ、カメラというものを持ってね、やっぱりカメラの存在によってこう自分を燃やしていくっていうのは常に、燃やすことによって変わっていくっていうのかな、こう嫌でも王でもね、なんかそういうことだと僕は思うけどね、そんなかっこいい言葉思いつかんよ。
三枚撮るから、はい、覚悟せい。グレイトなフォトグラファーね。難しいね。撮られる側になるというのは普段撮る側の森山さんが、いやだからやっぱりね、あのそんなにね歓迎すべきことではないですよ、ね、正直にね、だけどもさ、もう嫌で嫌でしょうがないってわけでもない、なんか俺もちょっと慣れちゃったんだよな、真面目に行こう、色がすごいね、あざとい画面をすぐ斜めにしたかったりさ、生意気だよな、この色がいいな、この通り映ってれば、なんで目じゃないの、バカみたいですかね、ちょっと反省あんまりペンダゴンばっかやってると思う、取れるね、なかなか。